知らない美容師早回しのことです。今回はブリーチする前にうんちくを言う美容師さんに気をつけろという内容を話していきたいと思います。ブリーチはね、最近すごく人気で、街を歩いてもブリーチしてる人がすごく多くなってきましたよね。ブリーチって結構ですね、時間が読めなくて難しいものなんですね。かなり勉強しないとできないんです。特殊技術です、これは。うちに多いのが白髪染めをやめたい、白髪をぼかすのにちょっとブリーチをして、ちょっとメッシュとか入れて、白髪をぼかしたいとか、そういうオーダーもかなり多くなってます。あとは通常通り、バレイヤージュのスタイルだったりとか、ブリーチって、経験してないと時間も読めませんし、仕上がりが、どれくらい時間かかるかっていうのと、あと自信がなかったらそのね、お客さんが求めてる発色が出せなかったりします。まずね、ブリーチをしたいって言った時に美容師さんは皆さん何て言うでしょうか。ここが肝心ですよ。何パターンかあります。まず予約が詰まってる場合、予約が詰まっていて尺が取れない場合、経験があって早くできる美容師さんは別なんですけど、一般的にはブリーチを進めない方向でいきます。やめた方がいいんじゃないかと、痛むからやめましょうとか結構多いんですよ、ブリーチの場合って。あともしくはそういう時の断る理由として、髪の毛のダメージこの状態にブリーチしたらやばいですよとか、これにはやめといた方がいいです、今回はちょっとケアしといた方がいいですよとか、そういうふうに逃げる場合も結構多いです。時間がない場合はしょうがないですけど、もう一個やばいのは自分のスキルが足りないからですね。自分の技術量、スキル、経験値が足りないから断るということが一番最悪です。自信がないから断って、うんちくを言って断ると、とりあえずケアをしましょう。あとあと大変になりますよ。例えば矯正ができなくなりますよと、お客さんはね、せっかくご予約して来ていただいて、変わりたいと思ってね、料金をお支払いしてくれてる中で、僕個人としては全力を尽くしたいと思うんで、ブリーチと宿毛矯正も同時で僕はやっちゃいます。どうしても髪質的に難しい場合は断りますけど、基本的にお客さんがやりたいって言えばやっちゃいますね。大体の美容師さんが、僕は結構イレギュラーなパターンかもしれないですけど、大体の美容師さんはブリーチと宿毛矯正はやめた方がいいということを言う方が多いと思います。本当に難しい技術になるんで、特に髪質改善を売りにしているような美容室はブリーチしないですね。事故りたくないんで、基本的に事故っちゃうとやっぱお客さんも嫌な気分になるし、自分も嫌な気分になるしっていうことですよね。変になっちゃうとやっぱ怖いんでね。で、あともう一個はブリーチやるパターンですね。ブリーチやったパターンで、ブリーチやって色が出なかった時ですね。これってブリーチのどこまで抜くかとか、そういう部分にもよってくるんですけど、これ経験値が非常に必要で、綺麗な色出なかったっていう理由に、それ美容師さんのスキル不足なんですけど、多いのが抜けづらいですねとかって言って、本当に抜けづらい場合、僕も言う時もあるんですけど、抜けづらくて結局これでいけるかなと思ってやったら、実際そのメラニンあまり削れてなくて発色がいまいちだったりとか、そういう時って、いやちょっと抜けづらい髪質ですねとかって言って髪質のせいにするんですよね。でもお客さんはやっぱり自分の髪のせいなのかなと思って、しょうがないなと思ってくれる方が非常に多いんですけれども、意外と多いのが美容師さんのスキル不足です。経験不足、勉強してないっていうことですね。特殊技術に関しては、でもね、特殊技術って言っても美容の技術全般そうなんですけど、これ勉強しないとダメなんですよ、常に。で、勉強してないと上手くならないですよ。でも一般的にですよ、僕が今まで大型店で働いてきたりとか、個人店で働いてた感想です。いろんな美容師さんを見て感想、それも東京の美容師さんとかでバリバリやってるのを僕も見てきました。そういうのもちょっとね、全部見た中で一般的な話です。これはあくまでも全員じゃないですよ。一般的にプライベート重視してる方が非常に多いんで、ただ美容師さんもやっぱ働き方革命でだんだんプライベート重視です。なので練習しなくなってるんですよ、時代的に。で、練習しないと上手くならないですよ。特にブリーチもそうですし、パーマもそうですし、もう宿毛矯正もそうですけど、練習しないとダメです。モデルさんやって、
もうスタイリストになってからが勉強ですからね。アシスタントだけが勉強するわけじゃないです。スタイリストになってから勉強しないとダメなんですよ、たくさん。でここで多いのが、僕なんかちょっと仕事バカなんで、まあちょっとね、どういう風に思われてるか分かんないですけど、あの家族に逃げたりとか結構多いですね。あとプライベートに逃げたりとかで多いのが、いやその例えば僕みたいなのが悪者になるわけですよ。いや後藤さんはなんだかな、仕事バカだみたいな、格好悪い、そんなような風に認識とらわれることが結構多いかもしれないですね、仕事ばっかりしてると。でも美容の仕事って結構練習が必要なんで、仕事バカにならないとできないんですよ。僕はそう思ってます。いつの時代も今だからっていうわけじゃなくて、今も練習しないもんなんですよね。なので僕もまだまだ練習足りないと自分で思ってるんで、もっと練習そして検証しようと思ってるんですけど、やっぱり家帰ってでも美容のことはすごい頭で考えてるんですよね。ああやったらもっと良かったかなとか、あこれいいなとかってパッとひらめいたりとか、まあそういうふうに自分の時間をどう使ってるかっていう部分にもよると思うんですよ。自分の思考ですね、思考だったりとか、あとは自分の時間だったりとか、うん、チャンネルをどこに合わせてるかっていうのが結構感じだと思います。確かに、家庭も大切だと思いますし、でもね家庭に逃げる人って結局やってない人なんですよね。ちょっと厳しいこと言うかもしれないですけど、家庭に逃げるんですよ大体の人は。大体ですよ、これやってる人は別ですよ。大体の人はいやいや家庭的に丸まれたからとか、家がこうだからとか、プライベートがこうだからとか、遊んでないとダサいとか、わかんないですけど、まあそういうふうに美容をバカみたいにやってるやつをダサいっていうふうにくくりつけちゃうんですね。確かに僕家帰ってもそのプライベートの部分に関してはずっと勉強し、美容以外もちょっと勉強することが多くて、実際にデメリットとしてはお客さんとの会話が盛り上がらないっていう部分があるんですよね。でやっぱりその盛り上がらないっていうかな、一般のことがあんま分かんないんで、ドラマも見てませんし、本当家帰って勉強してたりとか。でも今は自分が成長のためにそれは必要だと思ってやってるんで、そこはもう腹くくってるんですよ。捨てるものがないと、捨ててる感じです。はい、プライベートを捨ててるってわけじゃないです。でも遊ぶときは遊びます、ちゃんとメリハリをつけて。ただ捨てるとこは捨てないと勉強ができないので、美容以外もちょっと勉強させていただいてるんですけども、常にやっぱり勉強必要だと思ってどの時代も、技術職ですからね。なんて言ったって勉強から逃げちゃうと、なんか紙の病院みたくなっちゃうんですよ最終的に。でそれって勉強あんましなくていいじゃないですか。まあ、勉強しなくていいってわけじゃないな、検証は必要ですけど、なんか当たり障りないことをやって当たり障りなく終わる。ただそれでお客さんがつくんで、人間性的に良ければお客さんつくんですよ。で美容の世界って難しいんですけど、売上上げてる人って技術が上手いから上げてるわけじゃないんですよね。僕も東京でいろいろ見てきてますけど、口が上手いとか人間性が優れてるとか、やっぱりそういう人の方が売上上がったりとかするわけですよ、指名があったりとか。なんで技術にこうどっぷりいってるからいいっていうわけでもないんで、一概には言えないですけど、まあ僕はやっぱ職人として技術を磨きたいので、そこは妥協したくないなっていう部分が僕はあるんで、まあちょっとね、後藤さん話してもつまんねえなとか思われても僕はまああんま気にしないっていうか、まあ、技術を提供する身なんで、やっぱそこになるべく自分の時間を使いたい、費やしたい、そういうふうに思ってます。まあこれからもそうしますし、はい、ということで、まあブリーチの話からちょっとスタートしてちょっと脱線してしまいましたが、はい、できない理由を並べるというよりも、前も言いましたが、できる理由を僕は並べたい、そしていろんなことに挑戦していきたい、そういうふうな美容師さんに出会えたら皆さんいいんじゃないでしょうか。はい、多少話がつまんなくても、僕なんてコミュニケーション能力全くないですからね、ぶっちゃけ言うと。美容師やってますけどコミュニケーション能力めちゃくちゃないですから、はい、人見知りしますしね。やっぱそういう、まあそこをね、まあそういうところがあるから技術で磨いてね、
ちょっとでもお客さんに喜んでもらいたいなっていう部分でこう補おうと思ってるのかもしれませんけど、まあコミュニケーション能力めちゃくちゃある人だったらそんな技術なくても、まあ、お客さんつくと思うんで、うん、まあでも僕個人のあくまでも考えとしては僕は嫌なんで、そういう美容師さんが。なので僕は技術を磨きたいと思います。はい、まあ、皆さん通ってる美容師さん、まあ、いろいろ言いましたけど、すごく勉強してる方だと思います。なので安心して美容室通っていただければいいかなと思います。今回話した内容は全くの嘘の内容になりますので、皆さん信じるか信じないかはあなた次第です。チャンネル登録していただきますと限定動画が見れるかもしれません。たくさん限定動画たっぷりあるので、はい、ということで、今回もご清聴ありがとうございました。